この手枷足枷、邪魔くさくてしょうがねえぜ。じゃら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 嫌な音立てやがる。身動きも取りづれんし、くせ。首も肩も唇も飽きたんだよ。もっと違う場所の血をよこせよ。こんな。びくともしねえ。これもあいつらの計算のうちか。俺の牙がわざと届かないように。くそ。また喉が乾いてきやがった。なんだよこれ。やべえ。血が欲しい。もっと血が。血がよ。こんなんじゃねえんだよ。俺が欲しいのは足だ。お前の足の血が欲しい。こんな甘さじゃ足りねえ。もっと俺の喉を焼くくらいのきついやつをよこせ。ちっくしょう。これじゃ足に届かねえ。おいお前、俺の手のとこに足を起こせ。あ？何するのかって？いいから早くしろ！くそ。これもだいぶ無理があるけど、まあいいだろう。あ？さっきからうるせえ。足を俺がねじ切ってやるよ。この鎖はそうでもしねえと取れねえよ。そうしねえとここから出れねえしな。仕方がねえだろ。別にお前、今さら足の一本や二本どうってことねえっての。おとなしくしろ！間違えて別の場所ねじ切っちまうぜ。あ？絶対に嫌だと。お前は逆らうことなんか許されてねえんだよ。痛いのが嫌だってなら、気持ちよくしてやるよ。気持ちよくしたままで切ってやる。それでいいだろう。俺がお前を殴ってる間に全て終わらせてやる。だから、おとなしくしろ。キスがいいのか？だったら、好きなだけキスしてやるから。